2022年9月分の給料明細。なんか嫌だよね。あの、給与明細って書いていて。よって与えてやってるって感じだよね。給料明細って書いてくれよって話なんだけど。まあ、ということで、えー、早速見ていくんで。えー、給与明細。まあ、給料明細。えー、支給項目。えー、時間内、え十2万6 8 0 0円。 時間外、97, 9 7 9 6十円。深夜、17,520円。休日深夜、放給時間内。放ああ、まあ、いか、こういうのは。は、自身で読んでもらえれば、あの一時停止するのでして。えー、週40時間超、2,704円。 えー、非課税交通費2万1000円まあ1日1000円プラスっていう感じだったんで、えー、総支給額、えー、36万5985円と、えー、控除項目健康保険1万6677円 介護保険2788円厚生年金3万1110円、えー、雇用保険1097円社会保険合計5万1672円課税対象額29万3313円 所得税8100円、前払金金25万7350円、控除合計31万7122円、差引き支給額4万8863円。 でも差し引き支給額っていうのがここが週払いとかできてで自分でスマホでタッチしてえーやればあー週払いとか日払いで働いた分の給料があ9割ぐらいかな8割ぐらいかなだいたいそれぐらいして自分が指定してえ会社に指定した口座に入金されるっていう仕組みだったんで。 で、その、前払いした分以外の残りの分が、この会社の本来の月1の指定給料振込日に入金されたと。それが差し引き支給額。それが48,863円と。そういうことで。で、就業先と。で、これ情報なんで目隠しで。で、日数21日。 えー、時給1350円、えー。時間が168時間で。金額が22万6800円で。時間外、えー、1.25倍で、えー、1688円で、えー。時間が、えー、58時間2分。えー、9万7961円で。深夜あ、これはさらに、えー、割増しで338円で。これが時間があ51時間50分。でここが 1>, あ1分単位で時間を計算してくれるところなんで、まあ、本来それだよねって話なんだけどで1万7520円とで週40時間超でこれがさらに338円プラスとでこれが8時間とで2704円とでその下に書かれてる金額がその上の金額全部の下にたどっていった全部足していった合計金額と34万4985円と。 で、えー、総支給額が三十六万五千九百八十五円と。で、これが、ああ一月丸々の二十一日分の、二十一日分ね、の給料支給額と。はい。ということなんで、えー、今回は以上で、二千二十二年九月分の給料明細で。それじゃあまた。